お互い何を使ってくるのか。おう、ケイヤさんはルフレと剣ですか。ですね、珍しいかもしれないですね。これはどんなカードになるか正直想像がつかない。そうですね、近づいてしまえばやはり剣はね、はい、もう近距離戦、まあ、竜のダッシュファイターっていうのもあって、はい、とにかく剣としては近づきたいはずなんですけれども、ルフレはね飛び道具が豊富かつ強力なものも多いので、はい、いかにして潜り込めるかっていうところありますね。まあ、そのはい、はい、ああ、いえ大丈夫です。序盤の立ち上がりとしては、ではあんまりあんま、なんていうんですか、キャラクターの動きはほぼ今までと変わりがないです。そういうイメージを。そうですね、はい、言いたいところなんですけれども、はい、今回の SP のルフレって、はい、試合開始しばらくあのサンダーソードを持っていない状態なので、相手からすればその最初のサンダーソードを持っていない時間はかなりチャンスと言えます、うんうん、なんで今回のルフレは最初に相手を近づけさせないっていうのが求められてくるんじゃないかなと思います。最初はサンダーも溜まってませんし、はいはい、サンダーソードもないので追い払う近距離武器がちょっと乏しいと。後ろ投げから波動拳復帰阻止、ここまではそんなに差はつかない感じです、はい、なんだなんだ空中上からの昇竜が横火竜巻に暴発していたように見えた。どうしてもあの竜にしろ剣にしろ、はい、から抜けましたね。そうですねあのコマンドミスっていうのは永久につきまとう問題だと思うので、はい、この辺も難しいながらも、まあ、うまくいけば面白い部分ではあります、はい、トロンが溜まります。空中上、今のはあれですね、セービングで耐えられるのを読んでというか、ある程度想定していた感じですね、はい、トロの持続が当たる 3% 勝利、この 3% しかないのか、まあでも持続長いんでね、乱闘なんかだととても強い技なんですけど、はい、なんだ 3% あんな頑張って打ったのに最後だけ当たりましたね。おメテオギリギリ撃墜しない。空中前暴れが通る、ストックは一緒、パーセントもほぼイーブン。下弱ケガサンダー固め、ファイヤーは当たらず。ルフレ側結構サンダーソード、ギガファイヤーあたりの残り回数がちょっと心配な感じになってきましたね、うんうんうん、今回下にね、あ昇竜ファイターの顔の上に残りの回数というか見えますんで、ですね、かなり分かりやすくなりましたよね。サンダーソードからです、まあ、ルフレをやり込んでる人からすればむしろマイナス要素かもしれませんが、あです、ね、人生はかなり上がりました、まあ、正直数で数えてた、あ昇竜しっかり中昇竜撃墜、なんていうんですかね、数で数えてたんで感覚的にそのあたりはもう、まあ多分そうですね、はい、4からずっとやってる人なんかは大体、まあ、残りがどれくらいかなみたいなのは感覚で理解してるとは思うんですけれども、はいはい、こうやって見る側としては分かりやすいですね助かります。対戦相手で対戦する側としても助かります。そうですね、対戦相手はかなり助かります。で今回この回数で結構重要になってきそうなのが、はい、上必殺技のエルウィンドなんですけれども、はい、回数が、まあ、やっぱり前より少ないのもあって、何度も外に飛ばしてると結構なくなって復帰できなくなるっていうことがあるんですよ。あなるほど、それを考えるとルフレの、残りのエルウィンドの回数がどれくらいなのかっていうのを把握しておくと復帰阻止がかなり変わるんじゃないのかなという気がします。はい、空中へ暴れが通って撃墜、このサンダーソードがね吹っ飛ばしがすごい強いんですよ ね、はい、ね、回数制限ありますかね。あ大丈夫、今のはそうですね、なんかの竜もよくやっていた、通常空中攻撃からの北空中攻撃メテオですね、はい、飛び込みからメテオがつながっていくと今作も健在な可能性がありますね。エルウィンドしっかり捕まる。さあ先ほどキュービー先生の教えのように崖に出し続ければエルウィンドが勝手になくなってくれるという作戦は失敗。あ昇竜うっそん、剣の昇竜拳って、はい、今のは強昇竜拳ですけども、はい、1、2、3って3段目が3段目で吹っ飛ばす感じじゃないですか、うんうん、なんで上空の上に上空の相手に打つのには竜よりもかなり吹っ飛ばしが強いので、はい、対空として使うと非常に強力ですね、はい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 、飛んで逃げたくなるようなシーンでダッシュから昇竜拳を打つことによって、はい、地上で当てるよりもはるかに早く倒せたりとかっていうシーンもあったりします。多段技でしかも最後のところに一番強い吹っ飛びがあるので、そうですね、はい、対空で打ちやすいというか撃墜しやすいと、まあ、ある意味その昇竜拳っていう技の飛ばせて落とすを地でいくような感じの、はい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 、まあ、本当まさに落としましたからね、しっかりと。2戦目、はい、結構今までって、はい、竜というキャラクター、はい、
昇竜拳の中京の使い分けってあんまりなかったと思うんですよ。そうですね、具体的にあるとすればもう戦場の左右のすり抜き床の上に中昇竜拳を出すとかなり隙が小さく打てるっていうのがまあ分かりやすい使い方ではあったんですけれども、はいはい、そもそも中昇竜拳って出すのが難しいんですよね、はいはい、かなりシビアな入力を求められるという感じですね、はいはい、で今作それぞれメリットが変わってくるわけじゃないですか。そうですね、かなり剣使ってる人たちは苦労してるでしょうね。そうですね、かなり難しめのファイターだとは思います。竜巻固め、竜巻旋風脚はそうですね、竜と違って多段技で最後はあまり吹っ飛ばないので、はい、そのまま状況を維持できるところがかなりやらしい技ですね。そうですね、相手としてはなかなか嫌な策を迫られてくる感じですね。メテを狙っていったが危ない。え、逆だよもう一回上空中攻撃当たるとおそらく撃墜でしたね。おかわりありましたね、今ありましたね飛びを落とすサンダーソードはないがしっかり読み合いができているニュートラル。ほほほ、あっ空中しろ飛びすぎなんだそれ。というかニュートラルもサンダーソードになったんですね。そうですね、うん、通常空中攻撃もサンダーソードで打つことができますよね、はい、それなりにスマッシュ入力で普通はサンダーソードになるんですけれども、はい、あれですね、じゃあ通常空中攻撃をどうスマッシュ入力するんだっていうところは、はい、あの攻撃ボタンと必殺技ボタンを同乗して出せば一応正常の剣を持っている状態からでもサンダーソードの通常空中攻撃が出せます、はいはいはい、スマ知識出ました今。スマ知識に書いてますよ確か違いましたっけ。いや私それ見たことないです。スマ知識数が多すぎて全部網羅できないんですよ。飛び落とすニュートラル、ダウンでしっかりと貯める。 KR フレがパーセントとしては有利。サンダー下スマッシュ反撃が取れず、ギガファイヤーしっかり避ける、うまいですね。ギガファイヤーをシールドしてしまうとかなり厳しい状況になってしまうので、今の避け方は本当にうまいですね、はいはい、なんかあのドンキーの横火を避けた時と同じ感じでしたね今。なるほど勝利は逆側でしたね。つながらず、もう一回駆け上がり、上弱肘は当たらない。なんだ、昔からもう一回空中上狙ったが回避で避けられる。結構コントロールが自在になってますね、エルウィンドの。そうですね、1回目と2回目で別の方向に行けるようになったので、はい、結構復帰ルートも増えたんじゃないかなと、はいはいはい、電光石火に近い感じになって。そうですね、上向きに特化してる感じの。お、今強回し蹴り、大外回し蹴りは竜と違って、はい、コマンド技なのでこっちは竜も似た技がありますけどね。ああそうなんですね。なのでこっちはキャンセルから出せるところが最大の特徴ですね。そう、横にしまいちょっと把握してませんでした。あれですね、灼熱波動拳と同じコマンドで出せます。はいはいはい、はい、というかそれでしか出せないんですよ、はい、ということはしっかり撃墜した時は半月入力しろと。そうですね、はい、端っこだと昇竜拳よりも早く撃墜できるような状況もあったりするので、はいはいはい、かなり飛びますよね。そうですね、ちょっと早かったサンダーソードつながらず。だが72% は十分か。サンダーソードとか魔導書が終わった時に落ちるじゃないですか、はい、あれにも攻撃判定があるんで、うんうんうん、うまいルフレス回なんかはそれすらも利用してきますよね。結構飛び道具ガードして攻めると、はい、なんか本でペシッつってそうなんですよね、うん、これですね空中前差し込みいったが昇竜、今のジャストシールドからの落ち昇竜拳、はい、なんか本家のストリートファイターを彷彿とさせるような動きでしたね。もっとバック、ああ空中撃墜、飛びすぎなんだこれ。竜巻旋風脚の隙を逃しませんでしたね。ですね、素晴らしい差し返し。部屋さんかなり苦しそうな顔してますねやっぱりガンガン前に出てくるファイターをさばき切るのには結構技量を求められるようなファイターなので、はいはいはい、目薬3戦目まで行きましたね。そうですね、まあ、やっぱり剣としては、はい、サンダーソードがあるとどうしても強力なサンダーソードの攻撃を警戒しなきゃいけないんで、最初のサンダーソードが ここですね、今持ってないのが復活するまでに有利な状況を作っておきたいというのがあります、はい、ゲージが溜まりきる前にやると。飛び先出しして潰す、ストリートファイターみたいな読み合いですねおお、前空中攻撃、前空中攻撃、上空中攻撃で50くらいいきましたね。105、撃墜しそう。ギガファイヤーから上スマッシュ
畳みかけましたね逆に。まあ足はかなり遅いですし、はい、近接戦闘も決して得意というほどでもないんですけれども、はいはいはい、このサンダーソードや魔導書がある時のね強さがやっぱりルフレの魅力なのかなというところですね。溜まった瞬間あれでしたからね。飛びを読んで前波動拳ファイヤーを出していく。トロンしっかり回避に合わせる。ギガファイヤーをシールドした時って後ろに下がりたくなりますからね。はい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 。昇竜まだ撃墜はしない。おっと剣が飛び道具持った。空中しろ。剣飛び道具ありますけどね確かに一応波動拳があります。なんかエフェクトがあれですよね、懐かしくなりましたよね。よくご存じですそうなんですよ、ビューと違うんです。キュービーポイントが今入りました引いて下スマッシュ当たらず。おいい差し込みでしたね。飛び込んできて上スマッシュもらってない竜巻返ってくるがギガファイヤー引っかかって危ない。飛び込みから回し蹴りメテオを狙っていくが届かず。あ上でしたね撃墜あまりにもパワフル。俺この剣が撃墜した時にたまに出る声がもう無理なんですよ、ね、面白いですねこれ我慢できないんですよノーってやつがなんかイケメンの剣が急に情けない声を出してくるところが本当に面白いんですよ。そのギャップがまた面白いです、はい、ヒルウィンド帰ってくる。飛びを確認してしっかりと落としていく。後ろ投げ前からサンダーで着地狩り固めはジャンプで受ける。おおなんだそれ。おお下スマッシュ攻撃をかなり今太いとこですよね。しかし横スマサンダーソードの下スマッシュ攻撃で持続も長いんで、はい、かなり当てやすいですね。 KR フレ3戦目一気に畳みかけて勝利。次はもサンダーソードも揃ってる時の、はい、あのルフレの爆発力というか、はい、ですね相当なものですね。1ストック目でなんかもう試合が決まりましたぐらいの流れでしたね。そうですねあれでかなり乗ってきた感じがします、ね、